東京2020大会で活動するボランティアシティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマは歴史と伝統を受け継ぎ未来へつなげていく日本橋ということで、シティキャストの敷田さんより発表いただきます。それでは早速ですが、敷田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ご紹介に預かりました敷田正則と申します。今日は歴史と伝統を受け継ぎ未来へつなげていく日本橋、皆様にお話をさせたいと差し上げたいというふうに思います。この浮世絵を見ていただければ分かるように、これは広重の浮世絵ですね。この絵には、大名行列が日本橋を渡っているのが見えます。1603年徳川家康が江戸幕府を開いて参勤交代を命じた。そして、みんな大名行列ですね、自分の田舎の方に帰っていく、この写真ですね。この浮世絵のように日本橋は東海道を通って京都の三条大橋までの起点ですね。約500キロ。その街道に53の宿場が整って多くの人々が行き交う華やかな道でした。当時一般の人が京都まで行くのに大体どのくらいかかったんでしょうか。大体ね、2週間程度と言われてますね。それでは飛脚はどのくらいで京都まで行ったんでしょうか。一番早くて丸3日かかったということですね。それはもちろん一人で走るんじゃなくてリレー方式、要するに駅伝ですね。駅伝で京都まで3日かかったということです。駅伝というと思い出すのが大正9年に始まった箱根駅伝ですね。東京から箱根まで往復で220キロ、そこを10人でリレーをしてですね、競う、そういうリレーが毎年正月の2日3日に行われます。最後のランナーが箱根から最終の地点に行く第10区でですね、この日本橋を渡ってあってすぐのところがゴールなんですね。みんなそのこのリレーを楽しみにしているのは、この一生懸命走っているランナーがですね、自分たちの母校のためにたすきを渡して、そして、ゴールする、それがですね非常に感動的だからではないでしょうか。実は今やっているオリンピック、そしてパラリンピックにしてもそうです。参加している方々が全て自分の国のために一生懸命頑張っている、それが非常に感動的だというふうに思います。さて今日はこのような日本橋付近の重要文化財、たくさんあるんですよ。この近くに5つの重要文化財があります。それについて詳しくお伝えしたいと思いますが、まず日本橋というのはですね、昭和22年それまでは日本橋区と京橋区に分かれてた。それが合併して中央区になったんですね。今までの日本橋区の中になった日本橋区本町、日本橋区人形町はですね、中央区にあったことによって、日本橋の名前がなくなっちゃう。だから中央区日本橋本町、中央区日本橋人形町というふうに自分たちの町に日本橋という名前をつけたんですね。それほど日本橋というのは愛着を持っている名前だということが言えると思います。それでは参りましょう。この写真、ね、イルミネーションがきれいな写真ですが、実は、この建物のこの左側に東京駅の八重洲の北口があります。八重洲北口をこの桜田ロードを通ってまっすぐ出るとこの中央通りに出るんですね。中央通りに出たところが日本橋の高島屋でございます。高島屋自体は1831年京都で創業されたんですが、1900年に東京出てきて1933年昭和8年にこの場所に竣工したんですね。昭和8年にこの場所できたんですが、それ以降4回にわたって30数年間わたって増築をしました。そして一角が出来上がって、この一角すべてがですね、日本の百貨店で初めて重要文化財になったんですね。何が重要文化財になった原因かというと、全体が一体不可分なものとして完成度が高いという、そういう評価を得て重要文化財になりました。当時この暑い夏にですね、東京で暑いところ、高島屋を出たところと言われたようにですね、
百貨店で初めて全館冷房装置を備えて、涼しく買い物ができるようなそういう百貨店だったんですね。そしてこの高島屋の左に見えます写真が2018年ね、初めての都心型のショッピングセンターですね。朝の7時半から夜11時過ぎまで買い物を、そして食事を楽しめるということは、旅行者の方、ビジネスの方、またこの地域に住んでいる方々が、本当に、居心地がいい、そういう場所の提供をしているということが言えると思います。さて、この日本橋の中央通りを左に進みましょう。そこには日本橋があります。で、左に進んで見えるところ、この右の写真が日本橋、上に、高速道路がありますね。この高速道路は1964年ですね、この前の東京オリンピックの時に作られた橋ですね。この橋の下にあるのが日本橋、そして右の方に見えます桜の方が南爪の東側と言います。そして橋の手前の左側が南爪の西側、そして橋を渡って向こう側の東側、西側というふう、向こうは北爪ですね、北爪の東側、西側というふうになっています。この日本橋自体はですね、1603年に徳川家康が幕府を開いた時に木造の橋として作られました。ところが江戸は火事が多かったですね。100件以上の火事で多くの家屋が焼け出された。そして日本橋自身も10階も焼けて落ちたというふうに言われています。ところが明治44年、茨城県の笠間市から切り出した稲田石を使った西洋風の二連アーチの橋、この左側の写真ですね、これが明治44年に誕生しました。これが新しい日本橋ですね。大正12年の関東大震災、そして昭和20年の東京大空襲を無事乗り越えてきた日本橋ですね。橋の中央、この橋の中央には道路元標があります。日本国道路元標、そしてこの道路元標に、もともと道路元標からあったところには東京市の道路建標があったんですが、それは北爪の西側に移されました。そして橋の装飾として真ん中にありますのが東京都の繁栄を記念するキリン、そして両端にありますのがこれですね、これが獅子像、狛犬ですね。これは東京都を守る、ガードする、ガーディアンドッグですね、獅子像があります。そして北爪の東側、そこには日本橋の魚河岸があります。江戸はね、取れた魚介類を幕府に納めてですね、このようにですね、ボテフリーっていうんですね、魚を売ってる人、番台にですね、魚をたくさん乗せて、そして天秤で売り回る、ボテフリーという魚の商売をする人が写真に出てますね。ところがこの日本橋の魚河岸は大正12年関東大震災で崩落して、昭和10年に、築地の方に移転しました。さらに現在では江東区の豊洲に移転しております。さて、この南爪の東が桜にあるところから下に降りると、そこは滝の広場ですね。滝の広場には実は日本橋ができて100年を記念した2011年に、このそこには、東西の歌舞伎役者、市川團十郎、坂田藤十郎、どちらも十郎って出てますね、2つの十郎、総十郎菓子っていうのができて、そこで日本橋のクルージングが始まったわけです。そこで船に乗って日本橋を遡ります。そしたら神田川と会います。神田川から川をずっと下ると隅田川から上流を見ましょう。上流を見たらこの上の写真ですね、素晴らしい、2012年竣工の世界一高いタワー、
634メーター、ムーサー氏のスカイツリーが見えます。そしてその手前には関東大震災の復興事業として昭和3年に竣工した清洲橋ですね。このドイツのケルンにあった吊り橋をモデルにして流れるような形状、極めて女性的ですね。それからこの下の写真をご覧ください。これは1926年に竣工した永代橋です。これは重厚でたくましい外観、極めて男性的だと言われています。実はこの永代橋はもともと1698年に五代将軍綱吉の50歳を記念して架けられたんですが、何度となく崩落して、現在はこのように素晴らしい橋として生き返っております。どちらも2007年に重要文化財に指定された橋でございます。さてこの橋を渡って北爪の方に行きましょう。左側の奥の方にありますのは日本橋、そして日本橋を渡って、右の方に赤いテントがありますね。これが三越の本店、そして手前にあるのが三井の本館ですね。まず伊勢松坂の商人の三井高利は1673年に越後屋を創業し、現金かけねなしという新しい商売で業績を上げました。1905年にはデパートメント宣言をしたのがこの三越なんですね。今日は帝劇、明日は三越と言われたように、非常に多くのお客様に、楽しんで喜ばれたお店ですね。入り口のライオン像、今ここから見えないんですが、赤いテントの左側の方にライオン像があります。それはロンドンのトラファルガー広場の像を模したものなんですが、都市伝説としてですね、夜誰も見てない時にそのライオンに乗っかると試験に受かる、そういう伝説があるようです。またこの三越の建物は大正3年にこの赤いテントの2つの部分ですね、大正3年に建てられたんですが、この躯体を利用してですね、昭和10年には現在の規模になって改築を重ね、2016年に重要文化財に指定された建物でございます。また手前にあります三井の本館、これは関東大震災のために大きな被害を受けて、それでも関東大震災の2倍ぐらいの強さの建物を作ろうということでできたのがこの建物ですね。当時の最高水準のアメリカの会社の設計と施工を依頼して昭和4年に竣工した建物です。コリント式の列柱、そして店の中に入るとドレス式の円柱、圧巻ですね。そして店内には50トンという金庫があります。さあこの重い金庫をどうやって運んだんでしょう。車に乗せて橋を渡ると日本橋が壊れてしまうんじゃないか、そういう危惧で、船で日本橋の近くまで持ってきて、それから上げたんですね。まあそのようなことは言われています。そしてこの通りはですね、江戸時代には100万人以上の人が住んでいたと言われる第一の繁華街、駿河町通りと言われています。右の方の浮世絵見てみましょう。浮世絵の左側が今の三越、右側が今の三井の本店です。三井の本店ですね、本館ですね。この間を通ってまっすぐ行くと常盤橋、その向こうには江戸城、そして奥に富士山が見えますね。当時の一番の繁華街駿河町がこの建物でございます。そしてさらにこの近くにはですね、たくさんの老舗があります。老舗というのは3代続いて100年以上続いている、そして今もなりわいがあるというお店を老舗というそうなんですけども、関東日本橋地区には20軒もの老舗があって、昔からの文化、伝統、グルメを現在に伝えております。さあこの日本橋の三越と三井本館の間を抜けていくと、ここにありますのが日本銀行ですね。もともと明治15年にですね、日本橋の河口永代橋の近くに、我が国初めての中央銀行として業務を始めたんですけども、交通の便が良くなかった、施設も狭かったということで、今の日本橋の本国町に移転しました。
これは本国庁というのはもともと銀座があったんですね。じゃあ皆さん銀座はどこにあったか、皆さんがご存知の銀座というのはもともとですね駿府から、銀座に出てきた。銀座はその時、新両替町と言ってたんですね。新両替町が銀座になった。ところが1800年にですね銀座から日本橋の柿柄町の方に、移って、そこで柿柄銀座と言われたんですね。でここにあった金座、そして柿柄の銀座、それぞれ、この日本銀行がここに移ってから造幣局ができて廃止されました。この日本銀行自体はですね、石積みのレンガ造り、地上3階、地下1階のネオバロック方式ですね。ベルギーの中央銀行をモデルとしたもので、昭和49年に重要文化財に指定されました。そしてこの日本橋の日本銀行から手前に来るとこちらに見えます時矢橋ですね、1629年に架橋されて都内に現存する一番古い石橋ですね。ここの時矢橋というのは江戸城から奥州街道に行く途中で、まあ、もちろん浅草を通っていきます。浅草口橋とも言われてました。そしてしばらくはですね通行止めになってたんですけども、今年晴れてきれいになりまして、今までは通行止めになったのが渡れるようになりました。その時矢橋の隣にあるのが今度新しく新一万円札の顔になる渋沢栄一の銅像があります。渋沢栄一は日本銀行を背に大手町の方に向かって見てますね。みんな頑張れというような顔をして見てます。そしてこの時矢橋プロジェクトがですね2027年を目標にですね390メートルという高いオフィスビル、トーチタワーというんですけど、それを計画中でございます。このように八重洲口、そして日本橋、プロジェクト、それぞれが随所にですね建設用のクレーンを林立して未来につなげていくと、そういう日本橋界隈のさらなる発展の土音が聞こえてくる今日この頃でございます。以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。敷田さん、日本橋をテーマにしたプレゼンテーションありがとうございました。ありがとうございました。早速ですがいくつかインタビューをさせてください。はい、まずは改めてとなりますが、敷田さんより自己紹介をお願いしたいです。で自己紹介の際、これまでのボランティアの経験やまた今回のプレゼン企画にご協力をいただいたきっかけも交えてお話をお伺いできればと思いますが、敷田さんお願いできますでしょうか。はい、かしこまりました。私敷田正則は1970年に日本橋の高島屋に入社しました。そして2020年に卒業しました。ということは50年間、高島屋で勤務したということになりますが、2000年からですねコンシェルジュという仕事を立ち上げて、おもてなしですね、お見えになるお客様におもてなしを提供する、そういう仕事をしてましたが、2009年に日本橋の高島屋が重要文化財に指定されました。今までは買い物だけに見えたお客様に、買い物だけの楽しみじゃなくて、まだまだ他の見どころはたくさんありますよ、いろんなトピックスですとか建物、また日本橋の近辺の情報についてもお伝えしたいなということで、週に1回ですね1時間かけて重要文化財ツアーというのをやりまして、5000人以上の方々を案内しました。そして同時に2009年というと中央区観光協会が第1回の中央観光検定試験を始めた年でもあります。私は今までは日本橋しか案内できなかったんですけども、よし、これをいい機会に中央区全体を案内できるようになってみようということで、観光検定試験を受け、運よく受かりまして、今は観光特派員として、年に数回の街歩きですね、日本橋地区、銀座地区、また築地地区をですね1時間から1時間にかけて皆様をご案内する、そういうボランティアをやっています。ですから高島屋の中のボランティア、そして中国のボランティア、そういうボランティアをやってて、
今回こういう話ができたので、ぜひ今度は東京都に見えた、日本に見えたお客様に、おもてなしの気持ちで案内してみたいなという気持ちで今回申し込みをしました。ありがとうございます。はい、もし北さんが日本橋に詳しいわけが分かりました。今回のプレゼンのテーマ、歴史と伝統を受け継ぎ、未来へつなげていく日本橋ということで、東京の魅力発信という大きな括りの中で、こちらのテーマを選ばれた理由をお伺いしたいです。はい、50年間高島屋にお世話になりましたが、高島屋は中央区の日本橋にありまして、そこで住んでらっしゃる方、また多くの旅行者の方、いろんな方にお世話になりました。昔からの老舗の旦那衆からもいろいろ教えていただきました。そういう方々に恩返しをしたいな。また中央区の日本橋に全国全世界から多くの方が来ていただきたいなという気持ちで、この日本橋の重要文化財を基軸にしまして、案内したいなということで今回申し込んだわけでございます。ありがとうございます。はい、本当に詳しくご紹介いただいたわけなんですが、プレゼンの中で伝えきれなかった内容ですとか、また今一度 PR したい内容があればぜひお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、私が日本橋に初めて足を踏み入れて何を感激するかというと、まず 2,3 時間街歩きですね、街歩きをしながらショッピングも楽しめる、そしてその中でグルメを楽しめる、そして時間があれば船に乗るツアーですね、時間的にショッピングと街歩きで3時間、食事で1時間、船旅で1時間、4時間から5時間ぐらいの時間で日本橋がを堪能できると思います。船に乗れるんですか。日本橋の南詰の東からですね、総十郎橋という橋ができまして、そこから日本橋のクルージングができます。1回1,000円、まあ船によって違いますけれども1000円検討でですね、約1時間楽しめるクルージングがあります。それは知りませんでした。ぜひ私ちょっと今度体験したいと思います。はい、今回はですね、日本橋を中心にご紹介いただいたんですが、日本橋以外に敷田さんが紹介したいなと気になっている場所はありますでしょうか。そうですね、話題の場所としては築地ですね。豊洲に移りましたけれども、場外市場は場外市場は未だに活気があります。そしてそこには観光案内所もできました。もちろん日本橋の橋のたもとにも観光案内所があります。京橋にも観光案内所がありますけれども、築地というとちょっと、まあ、銀座から歩いてすぐなんですけれども、なかなか、場所が分かりにくいか分かりませんが、まず観光案内所に行ってそこの方に話を聞いて、いろんな食べるところがあります、いろんな見どころがあります、そこを食べて、見て歩いて、楽しめる場所は築地じゃないかというふうに思います。ありがとうございます。はい、市場は豊洲に移動しましたが、場外市場というね、たくさんの飲食を、ね、楽しめるエリアがあるわけですもんね。そうですね。そしてまずは案内所に足を運んでみる。そこでいろいろ情報が得られるわけですね。そうですね。ぜひそちらをね、皆さんも日本橋に続いては築地ということでお楽しみいただければと思います。はい、さあ、それでは敷田さん、最後にこちらの映像をご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい、ですね、日本橋というのは歴史がある町です。そして多くの老舗があります。多くの方々が親切です。何を聞いても答えてくれます。ぜひ日本橋に足を運んでいただいて新しい発見をしてください。お待ちしております。敷田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。